今回もガチチャレ部お願いします。お願いします。はい、今回もマジックにチャレンジしていきましょう。現在の教育現場では自然体験や読書活動の推進、子どもの体力向上が叫ばれている。そんな中、これらに対応すべく発足したのがガチチャレ部。マジックで表現力と論理的思考力を磨くよ。今回も引田天功に憧れマジックをはじめ、大掛かりなイリュージョンもこなすアリス先生に教えてもらうよ。今回皆さんには身近なものを使ってマジックをしてみたいと思います。おーい、はい、なんだろう。身近なものを使ったマジック、最初に教えてもらうのはこちらに、あら、それ素敵なシャツとジャケットがあります、はいはいはい、これを着てもらっていいですか。わかりました。はい、身近にあるものでも論理的思考力を使うだけでマジックになるんだって。よろしくお願いします。ちょっとおかしい。お願いします。不審者じゃないですか。今日は、大崎さんとね、一緒にマジックをしていきたいと思います。はい、今日は素敵なお召し物なんですが、まあ、こちらにお座りください。ありがとうございます。はい、上半身が動かないじゃん。結構いいスーツなんですけど、暑いですよね。今日ちょっと暑いですね。今日ちょっと暑いので、まあボタン、あ、いいですか。はい、でも、いや、よかった。ちょっとね、やっぱ慣れないんでね、こういうのも。あー、つつ。はい、じゃあせっかくですから、もうこの上の。あ、いいですか。ごめんなさい。いいんですか。ごめんなさい、暑いんで、もう申し訳ない。暑いですけど。でもですね、もうシャツも暑いですから。はい。はい、シュル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 。はい。いやそんなバカな。え、なんで？よく考えたらシャツね。おかしいですね。そうだよね。できるんじゃない？できそうという後藤くん、本当にできるかな。暑いんじゃないですか。暑いんですよ。いいですよ。あ、いいですか、ボタン。すいません、もう暑くてほんとね。暑いでしょうからね、はい、脱いちゃいましょう。あ、いいですか。そうね、すいません、すいません。ちょっとちょっとちょっとあれ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 。もちろんこれを成功させるにはある秘密があるよ。みんなも論理的思考力を使ってその理由を考えよう。マジックの種はよーく見るとわかるよ。まあ、これ、シャツの着方があるんです。はいはいはい、なのでその場ではできないので、お家の人とかお友達とかあらかじめ練習してやるマジックです。うん、シャツの着方が普通と違うんです。うん、あ、じゃあそもそもの着方がもらったの。はい、上だけボタンをね止めます。はい、なるほど。そうか、まあ、そうだよね。そこで引っかかってたもんな。腕のここだけをボタンを止めときます。なるほど。はー、最後、ジャケットを羽織り、止めたボタンを外すだけで。めっちゃまだ脱いちゃう。脱いだ。はい、全部脱げて。全部脱げた。耐え。そこまではならないです。こちらに。ちなみにこの不自然だった歩き方も、動かないよ。いや、やっぱね、バレちゃいけないっていう意識が強いから。じゃあもうこんなってたもん。それがおかしすぎて。それがおかしすぎて。結構ですね、あの種があることを意識して動くとバレちゃうんですけど、うん、自分も意識しなければ相手からも意識されないですね。自然にいれば大丈夫です。なるほど、マジックコツか。 おかしなところも自然に見せる表現力が大事なんだね。続いての身近なものを使ったマジックは、はい、普段石橋さんが溜め込んでるこのコインを使いたいと思います。そうなの？溜め込んでるイメージあります？僕。
そしてこのハンカチです。はい、ハンカチもね、まあ、結構持ってる人多いから、まあまあみんな持ち歩きますよね。で、ハンカチの中に100円玉を入れておきます。はい、ちょっとこのように畳んで、はい、ハンカチの中にくるんでいきます。では石橋さん、はい、こちらに来ていただいて、はい、100円玉あるかちゃんと確認してください。ありますね。あ、ここにあります。ここにあります。はい、ではこの100円玉におまじないをかけます。はい、ちょっと浮かせていただいて、シュル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 、100円玉が消えます。以上、そんな、すげえ、返してください。消えた100円、はい、どこに行ったかというと、シュル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 、大崎さん、右のポッケ。嘘でしょ、本当に？ないんですけど。じゃあ左のポッケ。一回右なかったの何？このマジックは石橋くんが挑戦するよ。マジックを論理的に理解できたかな？よろしくお願いします。この後、石橋くんのマジック披露。レッツゴー。表現力を意識してうまくできるかな？いやいや、ないですよ。お父さんとお母さんが家でいない、これやったらめっちゃ面白くない？ご飯から食べるわとか言って、あんたお父さんシャツだけ脱ぎなさいって言ったでしょ。よろしくお願いします。じゃあちょっとコインのマジックをしていきたいと思います。はい、いではこちらの方に、なんだ、何だ、何、こちらの方にコインを置いていきます。置いた、置いた、ね、真ん中にあります。ありますね。ではハンカチ閉じていきたいと思います。はい、触って確かめたい人、はい、あ、じゃあ堀之内さん、はい、ちょんちょんってすんなよお前、ちょんってすんなよお前、え、ちょんえ、ちょんえ、ちょん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 ってすんなよ。レッツゴー。受けてないからやめよう。あります、あります、ありますね。ここにあります、ある、ありますね。はい、それでは魔法をかけていきたいと思います。魔法、はい、シュルシュルじゃないよね。シュルシュルじゃないよ、自分のやつだよね。独自のはっ、うーわうーわうーわ、あ、飛んできてた。はい、ええ、行きました。それでは、はい、いや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 、なんか今グッとグッ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 、いやいや、ないでしょ、ないでしょ、グッ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 、なくなりました。ダメだった、でもない。では大崎さん、はい、ポケットを確認してください。ラッキーのまんまなんだよ。どっちどっちどっち、左ポケットの左、一回右だろ。せめて一回右やらせろよ。なんで一回、あ、え、うわ、だって入れたまんまでいいですって言ってたもん、先生がさっき。いや、どうでした先生ね。そうですね、あの、一生懸命やってる感じがして、なんか応援したくなる。頑張ってほしいってことね。みんなはこの秘密分かったかな。これ大崎さんの入ってた100円玉っていうのはもともと仕掛けるんですか。そうです、まあ、大崎さんがいらっしゃらない時にこっそりポッケの中に入れておきます。そして100円玉が消えた理由は、ここに両面テープがついてます。はい、テープがついてるところを一番最初にコインの上に置きます。あとはどんな順番でもいいです。あとはその100円を押さえてもらい、テープに貼り付け、持ち上げた時にこそっと回収。みんなの論理的思考力磨けたかな。
それでは、はい、今日皆さんにマジックをチャレンジしていただいた、はい、学んだことを発表していただきたいと思います、はい、発表していただくのは石橋さん。おーおーすごーい。石橋くんがマジックで学んだことを発表。で石橋くん発表お願いします。はい、私が今回マジックで学んだのは散らす技術でございます。喋りの方で皆さんの集中引いて自分はこっちでやる、うん、これはもうお笑いも一緒で、うん、振りがあって、うん、ちゃんとオチがある、うん、ちゃんとこういろんなとこに散りばめられてる、うん、一緒なんだ。それを学んでしまいました、うん、ありがとうございました。しまいました。後悔だよ。なんで後悔してる。嫌だったのに。次回は身近なものを使ったマジック第2弾。身の回りのものを使う分、表現力がもっと大切に。どっちかしないんだろうか。ちゃんとやれよ。やれよ。お前手出すの違うやろ。あーマジックやります。これだやめやろ。避けるあ、手伝ってる。毎回思うの、これさ、俺ジャケット着てる時結構大変なのに先生もずっと手伝わない。俺一人で後ろでこう。できるかなと。